リンチェサーです。今回はこちら、ヒロアカの食玩、そしてフィギュアなど一緒に紹介していきたいと思います。はい、お菓子の町岡でこちらダイカットカードパート2が超激安でゲットできたので、ちょっとね、こう前ぐらいかな、買ってきてみました。厚紙カードでそのまま飾れる透明袋付きだそうで最高。ではこちらから開封していきます。1個目。あ、こういう感じ？ん？後ろは台紙かな、ただの。で、粒ガムが1個。で、間に、こういう感じね。あ、なるほど、なるほど。で、ん？このまま飾れるってこと？袋に入ってます。あー、あ、かっこいいじゃん。え、これ集合バージョンじゃない？後ろにラインナップありますけれども、多分この集合っていうのだと思います。お、かっこいい。やったね。集合系が何気に一番嬉しいかも。なるほど。こうやって入れて、ここに何か紐とか通せばこう、飾っておくこともできるんだ。タペストリーみたいに。なるほど、なるほど。面白い。2つ目いきまーす。島英二郎。え？破けてない？出てる。受ける。破けてるよ。まあいいけど。はい。霧島くん。雄英高校ヒーロー科1年 A 組。10月16日がお誕生日。身長170センチ。熱血的で男らしさがもっと、個性は全身をガチガチに固くする攻撃防御両面で活躍できる効果。個性効果。いいね。かっこいい。面白い。結構大きいし。はい、3枚目。集合は当たりだったね。続いては。お茶子って書いてる。いいね。ヒーロー科1年 A 組。誕生日は12月27日。身長156センチ。明るく裏表のない性格でデクの良き理解者。雄英高校に通うため一人で上京してきた。個性は指先にある肉球で触れたものを無重力状態にするゼログラビティです。はい。かわいい。二つ目。誰だ？じゃじゃん。お！またもや、お茶子ちゃんと、あとは、次郎京香ちゃん。あ、こういう感じのもあるのね。で、ラスト。なんかシークレットもあるらしいんだけど、シークレットはどんなのだろうね。はい、続いては。わー、ここで被っちゃったお茶子ちゃんです。まあ、いいけどね。かわいい。他にも、一人バージョンで、てっくんとか、爆豪、とどきしょうと、霧島英二郎、雷電気、次郎京香がいる感じ。あー、ここら辺来なかったなー。エンデバーっぽいのとかも。あ、プロヒーローでまとまってるのかな？ちょっと見づらいんだけれども、とかっていうのもあるらしい。ここら辺も欲しかったなぁ。かなり良かったので、また見つけたらゲットしてきてみたいと思います。続いては、ヒーローズチップ2。開けてないの1個見つけたので、これ開けちゃいます。いやー、オールマイト欲しい。オールマイト欲しい。これまた再販されないかなぁ。すごい人気だったんですけど、再販されないのかな。あ、こちらはプロヒーローが来たからよしとするか。はい、エッジショットです。はい。2月22日が誕生日、170センチ。かっこいい。
マイヒーローチップスのラインナップ全37種って書いてて、ノーマル34種だったので、この前はねプロヒーロー誰も出なかったのでラインナップされてると思ってなかったんですが、どうやらいっぱいされてるっぽい気がする。いやー欲しいなー。はい、これこそ本当また見つけた時にはいっぱい買いたいんですけどね、また出てくれたらいいなー。こちらは普通のね、薄塩味のポテトチップス。美味しく、後ほどいただきます。では、シール列伝いきます。これ、最新かな？食玩コーナーで売ってます。ガム付きなので。多分ないのが、そのうち100均でも出るかもしれませんが、まあでもね、ガム付きでも110円ぐらいなので、こっちの方がお得な気もする。はい、シールは5枚入り。スペシャルシールが、必ず1枚入ってるのがいいですね。板ガムと、ホークス。あ！こちらに誕生日とかも書いてる。そしてダビですね。ダービ。青山くん。青山優が。そして、お！デックン。いいね、これ。あと、ホークスでした。やったね。二つ目。あと、ほいほい。お、オールマイト。はい、オールマイト。飯田店員や。いいね。と、デックンが被った。と、セカンド。ホークスが被り。え、キラキラは。あ、でも、一袋に一つ入ってるっていうのは嬉しい。おー、ももちゃん、やおよろずもも。いいね。コーダコージー。コーダくん。はい、おちゃこちゃん来ました。お、配給色が違うから、キラキラ別な人が来てくれたね。そして、ジロー京香ちゃんの、やつ。はい。と、飯田天也くんでした。これでもいっぱいね、売られそうだから大丈夫。地道に集めていきます。佐藤力道。あー、志村ののがいる。やったー。はい。オールマイトの師匠ね。で、ダビーはカーブリー。あ、ミネタと、エンデバーだ。やったー。これ楽しいなー。はい。ラスト。あ、ミルコ。いいね。トロキショーと、やった。やったね。はい。青山くんもかぶり、一回来たやつ。で、はい。しがらきとむらが来ました。おーと、ここで、かっちゃん来ました。やったね。スペシャルシールは12種類、ノーマルシールが50種類あるそうです。これ、当てシールとかでもゲットできるタイプだとは思うんですが、キラキラを集めるにはこちらの方がね、いいんじゃないかなと思うので、また見つけたら買ってみたいと思います。はい、では続いてはこちら、入浴剤コーナーの近くにありました。フィギュアがあって、あとは入浴剤が袋に入ってるタイプかな。はい、開けていきましょう。誰が出るかな。いやー、誰でもいいね。はい、チョキチョキいっちゃった。あら？バクゴー！いいじゃん！かっこいい！はい、取っておける入浴剤もありがたい。欲しいタイミングでね、買える感じでいいね。開けれるっていうのは。ほんと。入浴剤別になってると、どんどん開けられるから嬉しい。これを足にセットするのかな？キュキュッとはめれば OK。おー、かっこいいね。目の力強さとか、口元がね、ちょっとだけこう、口角上がってる感じとか、指先のところまで綺麗に作られてます。これ完成度高いですよね。
もう入浴剤っていうよりこちらのフィギュア目当てにはなってしまうんですが、結構これはおすすめできるクオリティ、かっこいいです。はい。では、チョコエッグ開封していきたいと思います。今回は6個。はい、あとは、シークレットだけなんですよね。欲しい。さあ、今回はどうかな。軽いなぁ。誰だ？ん？あ、トコヤミくん。はい、トコヤミくん、細かいところまで。こちらもね、いいバランスで作られてますよね。チョコエッグ結構今回のシリーズお気に入り。ちょっと個人的にはヤオモモちゃんとお茶子ちゃんだけうーんなんですけど、まあ、それ言ったら天役もちょっと目が見たかったとかあるけど、まあ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 。全体的にはそんなに悪くない。あれ？つゆちゃん！やったね！はい、ケロケロなつゆちゃん、かわいいです。おー、なんか全体的にいい感じで、ね、通してみると出てきてくれてる感じで嬉しいな。じゃあ、この中で出てきてないのは？まあ、シールで出てきたか。ももちゃん出てきたし。あ、雷電気出てきてないね。来るかな？あ、すっごい軽い。これは、プレゼントマイク系？あ、よかった。とどろきショート。はい、とどろきくんもとってもバランスいいです。かっこいいよね。かっこいい、かっこいい。続いては、シークレット、残り3つで来るかな。来てほしいな。もうね、ほんと頑張ってるんだけど。あ、パーツがいっぱい。これ誰だ？あ、ももちゃん！ヤオモモ！はい、手にちょっと違和感っていうのの理由はなんとなく見てるとわかると思うんですが、まあでもね、ポージング的に、いい感じに、らしさを出してるって意味ではいいのかな。かわいいです。ヤオヨロズモモ。シークレット。そして意外と出ないゼッケンでもいいよ。誰かな。あ、すっごいパーツいっぱい。え、これもももちゃんってくらいなんだけど。あ、違う。シークレット来たー！オぎっしり入ってるんですけど、持った感じは思ったよりそんなに重い感じじゃなかったんですよね。が不思議。こんなにパーツ入ってるから重いはずだよね。なんだろう。とりあえずゲットできてよかったー。はい、ラスト。これでオールマイト来たら笑うけど。でもなんか似てるんだよな。重からず軽からず。あ、でもこれは違う。軽い軽い。もっと軽い。で、パンパンじゃないもん。はい。おー、爆豪。はい、爆豪カズキもいい感じ。これと比べるとさっきのフィギュアはこんな感じ。顔のインパクト的にはね、先ほどの方が、すごくよりクオリティが高いようには感じるんですけど、チョコエッグのね、食感のクオリティもなかなかいいと思います。どっちも好き。はい、ということで無事揃いました。ラインナップ見ていきます。緑谷出久、爆豪香月、うららかお茶子、飯田天也、とどろき翔と、明日いつゆ、霧島栄治郎、八百万桃、常闇文景、雷電気、二郎京香、深層仁、プレゼントマイク、そしてシークレットはオールマイトでした。はい、ということで全種類揃ったのでちょっと並べてみました。やっぱりね、揃うと嬉しいなー。オールマイト。よく出てきてくれた。よかった。はい、ということで、全14種類がこちらになります。
ちなみにシールレスで前もやってた。はい。ちょっとざっくりどんな流れなのかを見ていきます。かっちゃんが2番ってことは1番がデックンだよね。で、3番いなくて4番イーダくんなので3番はお茶子ちゃんかなとか、なんかそんな感じで見ていきます。7番エンデバー。で、8番がホークスです。で、飛んでホークスちょっといっぱいいます。10番がしがらきとむら。12番がトガヒミちゃんです。ここまでがキラキラシール。で、ノーマルはノーマルで1、2、3ついてますけれども、1番、2番は多分ね、デク君とガッチャンになります。こっちとね、キラキラシールはもしかしたらリンクしてるかも。はい。4番、飯田天也、5番が届き翔と、7番がミネタ君。8番いなくて、ももちゃんが9番。11番、雷電気。青山くんが12番がちょっと続いてます。はい、13番、京香ちゃん。17番がセロハンター。ちょっとね、間がまた空いてるね。14、15、16がいません。で、18いなくて、19番が佐藤力道。で、20番が高田浩二。ここまでが生徒かな。で、オールマイトが21番。ちょっと空いて、24番がホークス。25番ベストジーニスと、27番ミルコ。28番ヨイチ。29番セカンド。ここら辺からね、ワンフォーオールの個性になってきます。で、サード、篠森日陰が31番。で、志村奈が34番。で、35番でちょうど切り替わりです。しがらきとむら、ヴィランガーが入ってくる感じかな。で、ダビーがいて、ダビーがちょっと続きますが、多分ね、38番も敵。はい。で、39番がこんな感じのイラストになってて、テク君、40番いなくて多分勝っちゃうんだよね。と、41番お茶子ちゃん、42番届き翔と、で、ちょっと間空いて、エンデバーが46番、47番、レディーナガン、48番、しがらきとむら、で、49いなくて、50番、トガヒミコとなってます。はい、一周してきました。こんな感じなので、なんとなく流れはつかめてきたかなと思います。はい、やっぱり欲しいのたくさんあるので、キラキラがとにかく欲しいので、またこの袋の方でゲットしてきてみたいと思います。今日はシークレットも出たし大満足です。新商品がどんどん出てきているので、こまめにチェックしていこうかなと思っています。では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。